っちゃ曇ってるけど。こんにちは、そうです、おはようございます、こんばんは、皆さん元気ですか？俺はめちゃくちゃ元気でございます。現在、2時10分になったところ、成田空港ターミナル1におります。昨日多分ね動画、アップして、ワーホリを辞めてロサンゼルスに、ロサンゼルス？ワーホリを辞めて、1ヶ月ロサンゼルスとカナダ行ってきますということで、動画上げたと思うんですけれども、今日がその、ロサンゼルスに飛び立つ当日でございます。現在2時10分で、2時40分の、ロサンゼルス行きのフライトを予定していたんですけれども、まあ、やっぱりここは俺ららしく遅延でございます。1時間だけなんですけど、さっきねあのゲートのところに行ったら遅延の表示が出ていて、2時40分から3時40分の、フライトに変更になりました。まあ、中止じゃないからまだいいですよ。だし俺ら現地の8時半に着く予定だったんだけど、それがまあ9時半になったから、むしろまあいいかな、早すぎて何しようねって言ってたから、まあまあむしろいいでしょうということで、まあそんな感じで久々にこんな感じで動画上げてるわ。なんかオーストラリアを思い出すな、この空港で動画撮ってアップする感じ。まあ、結構時間あるんでこの動画をサクッと編集してアップしようかなと思っておりますが、はい、あ、はい、どうですか？ありがたい、1時間遅延してくれて。そうなんだよね。意気込みはどうですか？やっとこう実感湧いてきたかな、空港着いてさ。結構人並んでわーわー検査してさ、わーわー検査して、わーわーね、実感出てきました。そうですね、俺もね全然昨日までは全く実感なくてどうなるかと思ってましたけど、非常に楽しみになってきました。まあ着いたら9時半でしょ。まあ一旦朝ごはん食べたりとか、朝ごはんなんか何ごはんなんかよくわかんないですけどね。まあまあそうね、そうだね。してまあチェックインの時間に合わせてエアビー向かって休んで、今日はペトコパークでパドレスドジャース3戦目があるんで、まあテレビでちょっと見たいな。大事になってくるからね、今日明日の試合は。そうです、まあまあそんな感じで、あとは特に喋ることないんですけど、着いたらまた Vlog していこうかなと思うんで、一旦さらば日本ということで、じゃあロサンゼルスに行ってきます。バイバイ。